松島聡氏と,とは、地方競馬の荒尾競馬場に所属していた元騎手である。熊本県荒尾市出身、血液型大型。地方競馬教養センター騎手家庭第75期生。所属厩舎の松島久市長教師はジップ。勝負服の柄は、父が騎手時代に使用していたものと同じである。2002年3月31日付で、 地方競馬騎士免許を取得。レース初騎乗は、同年4月9日、荒尾競馬第1競争で、起場馬は月型丸前。同年4月16日、荒尾競馬第4競争にて、ゴールドキャッスルに騎乗し初勝利を挙げる。2005年3月21日、高知競馬場で行われた第19回全日本、新人王争派戦に出場し、11人中3位となる。 2006年、地方競馬通算100勝達成。2007年1月1日、荒尾競馬第9競争の第29回角松賞で、ドリームインラブに起場し、優勝、重賞初制覇となる。2008年10月1日、荒尾競馬第7競争にて、ルンバメモリーに起場し、地方競馬通算200勝を達成。2011年12月23日、 荒尾競馬場が廃止されるとともに他の競馬場に移籍することなく騎士を引退した。地方競馬における通算成績は3413333勝2着344回3着330回、勝率9.8%、連帯率19.8%である。ありがとうございます。